FIFA ランク最下位の代表チーム。20年ぶり歴史的勝利へ。UEFA ネーションズリーグの、リーグ D グループ1第1節が5日に行われ、FIFA ランキング最下位210位のサンマリノ代表が、FIFA ランキング199位のリヒテンシュタイン代表に、歴史的な勝利を飾った。イタリア半島の中にあるサンマリノ共和国は、全体の面積が 61.2 平方キロメートルと、世界で5番目に小さい国家として知られる、人口は約3万3000人2023年7月時点で、欧州サッカー連盟 UEFA 加盟国の中では最も少ない。強豪並みいる欧州予選を戦っていることもあり、1990年のユーロ92予選で初めて公式戦を戦って以降、ユーロとFIFAワールドカップの全ての予選に出場しているが、両予選ではこれまで一度も勝利したことがない。国際 A マッチで勝利したのは2004年4月に行われた、リヒテンシュタイン代表戦のみ、初勝利以降も140試合を戦って、相手よりもリードしていたのは、2012年8月マルタ戦の6分間と2024年3月、セントクリストファーネイビス戦の10分間だけだった。そんなサンマリノ代表だが、初勝利を飾った相手であるリヒテンシュタイン代表と、5日に対戦。0-0で迎えた53分、19歳のフォワードニッコセンソリが、歴史的な決勝ゴールを決め、1-0と勝利した。サンマリノ代表は連続未勝利を140試合で止め、実に20年4ヶ月8日ぶりとなる、国際 A マッチの勝利を飾った。おめでとう、昔、バチカンとリヒテンシュタインが、最下位争いって聞いたことあったけど、今は違うのか。長い道のりだったね、この一勝が。サンマリノといえば予選でいつも、スペインに10-0とかで負けてるイメージだな。素直におめでとうと言いたい、大喜びしてもらいたい。人口で言えば、両国ともに3万人超くらい、日本で言えば、人口が少ないしくらい、そこが国の代表として戦うのだから厳しいよね。結果だけ知った身からすれば、普通におめでとうって感じだけど、自分がサンマリノに生まれて、140試合見続けていたとしたら、涙腺ぶっ壊れて発狂してそうだ。私も昨年タイガースの、38年ぶり日本一で号泣してたので、気持ちはなんとなくわかる。